はい、あなたの人生の可動域を広げる東京ときめきチャンネル、新リポーターの安野裕太です。今日はこの、渋谷駅でですね、今日4月1日ですが、ついにですね原稿が変わりました。令和になって一番のニュースをですね、皆さんに聞いてまいりたいと思います。多分時間が短いのでですね、本当にしょぼいのしか出てこないと思うんですけれども、あくまでこの1日の中でね起こった一番大きな出来事、どんなことがあるのか気になりますね。では敵安野、うん、今日何の日か分かる？7月1日、エプリルフール。あー、それもある。あの連合令和、そう、令和11時ぐらいに今日変わったんだっけ。今日あった個人的ニュース、どうしよう、何もないんだけど。何もないよね。あ、今ダイエットしてます。おお、なんで？普通にダイエットしたいなって。なるほど。ちょっとこの辺のお肉がある。夏場近いし。はい。なるほどね。1ヶ月前からやってます。今日の進捗はどう？ダイエット情報。2キロ減りました。2キロ減った。自分一応パーソナルトレーナーなんで。ああ。どうでもいいみたいな。あ、怒ってるよ。わかりますよ。何だ。そうです。新しいあれ。出せる。これです。これ。でその今日になって、令和になってから一番大きなニュースを教えてほしいんです。指。それ思った、それしかないよ。でもいや、なんか指にトゲ刺さって。いや、それ悔しいと思った。それしょうがないのを俺求めてる。それしかないよね。なんか洋服のハンガーをお店で洋服見てたら、なんか刺さっちゃって。なんか木っぽいなんかハンガー、はいはいはい、それ刺さってね、はいはい、それ痛いです。まだ刺さってる。取れなかった。ライターで炙って火、あれでやらないといけないやつじゃない。あ、ハサミで、ハサミで切って。わ、いった。絶対そこが後でちょっと血出る。ちょっとだけ。今日はですね、何の日ですか？エプリルフール。いいね。なんだっけ？平和じゃなくてなんだっけ？それなんだっけ？和じゃなくてなんだっけ？令和。令和になってから起こったマックスニュース。今日あった中で一番のニュース。絶対しょうもないのしか来ないんよ。今なんか明日ディズニーランドに行くんですけど、はいはいはい、なんかディズニーストアそこにあるじゃないですか、はいはいはい、でなんかチケットをそこで買ってきて、よし行くぞって思ったら、なんか買ったばっかりのチケットを私が落としちゃって、でやばいと思って、なんか、ね、もう終わったって思って、本当にマジで泣きそうになってたら、外国の方がなんか、チケット落としましたかみたいな、超片言で話しかけてきてくれて、届けてくれたっていう、なんかもうホッとしました。めっちゃラッキーじゃん。めっちゃラッキー、本当にラッキー。ずっとなんか探してて、そしたらなんか声かけて、しかもあっちから声かけてきてくださって、みんながほっこりするいいニュースだった。ありがとう、ありがとう。はい、こちらこそ。ということで今日4月1日で原稿変わって令和になったんですけれども、今日令和になってから一番大きなニュースをね、この数時間の間に起こった一番大きな出来事を聞いてきました。正直最初はしょぼいのしかないかと思ったんですけれども、結構面白い意見があったりとかね、令和っていう人がいたりだとか、ディズニーのすごい優しい人がいたりとかね、こんな短い間でも振り返ってみるとね、毎日何かニュースが起こってるんだなっていうことが分かりますね。うんうん。ということで、まあ毎日をね新鮮に楽しんでいったらいいんじゃないでしょうか。ときめきらしからのこの締め方で大丈夫？また会いましょう。バイバイ。